これは私、ルイの19歳の物語。現実味のない世の中で何かを探し求めた私の人生の断片。スプリットダンって知ってる？何それ？すごい。君も人体回路してみない？これさ、お前の顔見てると S の血が騒ぐんだよ。死に取り憑かれた時、どちらが私を鮮やかに殺してくれるだろうか。分かってる時、お前のこと殺したくなったらどうしよう。分かってると思うけど、ルイのこと愛してるんだ。帰ってこないの。あんなの名前なんていうの？名前知らねえの？シバさん、人殺したことある？どうして私の前からいなくなったの？私のこと大事だって言ったのに、どうして？痛みだけが私に生きている実感をくれたんだ。蛇にピアス。